今日は ATOM ミニプロ ISO ISO のテロップの入力方法について勉強しているところでございます。現在、私自身の YouTube にアップロードした映像をそこに、テロップを入れているところでございます。世界遺産沖縄県うるま市、こういったテロップを順次入れることで、今全画面にしましたけれども、右下には HVC、 これもテロップの一つです。2系統のテロップが挿入できるという実際のテストです。アップストリームキーとダウンストリームキー、ダウンストリームキーを八王子ビデオサークルのロゴで、テロップのテストですと、パワーポイントですというのも、これはダウンストリームじゃなくてアップロードストリームでね、いう感じで作っております。それではこれで終わります。